皆さんこんにちは、食べ歩き研究所のさわちゃむです。今回はですね、美味しいと評判のコスパ最強ランチをご紹介します。でこのチャンネルでは京都の美味しいお店を研究しています。で動画内にお店情報を掲載していますので、忘れないようにチャンネル登録して研究員の仲間になりましょう。で本日のたまランチは北野天満宮エリアにある洋食の名店ピナータです。皆さん、いかはったことってありますか？コスパが良くて美味しいと評判みたいですね。早速研究に行ってきました。でお店の感じはこんな感じです。でインテリアもおしゃれですね。で店内は私しかいないという奇跡が起こりました。まあ、雑誌もありますのでゆっくりしようと思います。でメニューはこのような感じです。で事前に調べたところ、人気メニューはハンバーグとエビフライのセットですね。 C セットです。でドリンクはこのような感じ。で早速到着いたしました。 C セットです。でお値段はなんと1100円です。でハンバーグとエビフライで、この日はチキンフリッターがついてきました。で野菜がもりもりで、ポテトサラダもついてきます。もう美容にいいですね。でご飯とお味噌汁小鉢付きです。もうめっちゃ美味しそうでしょ。で実物はもっと感動します。で実際に行って研究してほしい。早速いただきたいと思います。でこの日京都は大雨でした。もう憂鬱な気分だったんですけど、そんな気分をかき消すくらい盛り付けが綺麗なランランランチ。もうハンバーグもめっちゃうまいって感じでした。美味しいたまランチで、続きましてエビフライなんですけれども、もうめっちゃ大きい。でもうプリプリしてまして、もうタルタルソースも本当に美味しかったです。舌がとろけそう。もう嬉しくてにやけております。でいつも仲良くしている研究員様がコスパ良くておすすめとおっしゃってました。もう行ってみて私もそう思いました。もうこれは休日気分が上がるスペシャルたまランチでした。もう食べてみたいって思いましたら、たまランチとコメントくださると嬉しいです。で私は満足度が高いとコーヒーを追加で注文します。あー美味しかった。ぜひ研究行ってみてね。